中村博は、日本の医学者、整形外科医、身体障害者のスポーツ振興を図った。日本パラリンピックの父と呼ばれる。大分県別府市出身。九州大学医学部卒業後、九州大学病院整形外科に医師として勤務。1958年から大分県の国立別府病院整形外科医長。1966年、大部中村病院を設立。1979年から1983年、国際パラプレジア医学会副会長。1979年から1980年日本パラプレジア医学会会長。1965年に障害者の自立のための施設、太陽の家を創設。また、障害者スポーツ振興に情熱を傾け、1964年の東京パラリンピックで、選手団長を務め、第1回極東、南太平洋、身体障害者スポーツ大会開催に尽力。さらに、大分国際車椅子マラソンを提唱し、その実現に尽力した。1975年、吉川英治文化賞を受賞。1964年東京パラリンピックにて、手前左から、皇太子妃両殿下、奥左から畑田和夫医師。中村博日本選手団団長、グッドマン博士1960年当時、日本では、新生者は、ベッドで寝て過ごすことが一番と言われていた時代、英国では、新生者が驚異的な割合で、社会復帰をしていた。何か特別な手術などが行われているのではと調査のため、九州大学医学部の天子田美和教授により、英国のストーク・マンデビル病院へ送られた。しかし、手術など治療方法は日本と全く同じだった。そこでは障害者がリハビリテーションの一環としてスポーツを行い、さらには社会全体で受け入るシステムが存在したことに強い衝撃を受けた。帰国後、すぐに障害者スポーツの普及を目的とし、第1回大分県身体障害者体育大会を開催。障害者を見せ物にするな、あなた。それでも医者ですかなど多くの批判を受けた。地方の活動ではなく、国際大会を開催し、ボトムアップではなく、トップダウンでの普及の必要を痛感。1964年東京パラリンピック開催に奔走し、日本人選手団団長を務めた。大会は成功したように見えたが、日本と西欧諸国の障害者の差を見せつけられた大会だった。日本の参加者は、施設や病院暮らしの患者、それに対して西欧諸国のアスリートでは試合になる。それ以上にショックだったのは大会期間中、西欧諸国の参加者は自分でタクシーを呼び、銀座へショッピングに出かけるなど一人の自立した人間として生き生きとした姿だった。日本人参加者は閉会式の時中村に働く場所を作ってほしいと懇願した。1975年には、障害者自身へのスポーツのプロモーションと障害者の能力を一般の方に見てもらうことを目的とし、また、誰でも気軽にヤシの木でも開催できる大会を理念に、第1回極東、南太平洋身体障害者スポーツ大会を開催した。このフェスピックは、現在のアジアパラへと継承し、継続されている。1981年の第1回大分国際車椅子マラソン大会を成功に導いた。当初、別府、大分毎日マラソンへ車椅子使用者への参加を求めたが、当時の陸連より、マラソンは2本の足で走るものと受け入れられなかったことを受け、開催したものである。中村は、不本意な開催と晩年まで語っていた。日本に初めて車椅子バスケットボールを紹介した。1965年、保護より働く機会をモットーに、太陽の家を設立、保護に頼る日本の福祉を変えようとした。また社会に対しては、世に、心身障害者はあっても仕事の障害はありえない。太陽の家の社員は、被護者ではなく、労働者であり、後援者は投資者であると啓蒙。オムロンソニーホンダ、三菱商事、デンソー、富士通エフサス等の企業と共同出資会社を作り、多くの重度障害者を雇用した。ありがとうございます。